今までで一番ひどい扱い。ひどい。今の見ちゃったよ、僕ちょっとポカナちゃん。何余った今。全部と遊ぼう。皆さんこんにちは、 NNB48 の梅山ココナです。今日も専務と楽しく遊びましょう。よろしくお願いします。はい、ではでは。はい、そして広報くんもお願いします。よろしくお願いします。ちょっと赤い。ちょっとかぶられてください。めっちゃかぶすじゃないですか。僕の自己紹介の時になんか喋ってましたね。赤い広報くん、赤く赤いの。めちゃくちゃかぶってました。今までで一番ひどい扱い。ひどい入り方しましたよね。専務とドンと遊んでみよう。今日は何をしますか。はい、今日はですね、秋らしいジオラマ作り、情景作りを秋を体験しようというテーマは秋でございます。秋、はい、秋を作る。いいですね。すごいです。私秋めっちゃ好きで。なんで秋の好きな理由は、一番過ごしやすいし、はいはい、確かに。なんかファッションとかメイクも秋がすごい好きで、はい、専務は僕はもう真夏、ギラギラ、汗だらだら垂らしながら体を動かすのが好きなこともないか。まあでも夏っちの方がいいか。で今日はですね、秋といえば紅葉、紅葉でやったりとか、枯れ木、枯れ葉も枯れていく、あのでもその前に明るくなった黄色の世界を作るんですけど、動物とそれからそういう紅葉の世界を作ります。まずはですね、ジオラマのベース、木の材、よく使う、まあこれまでやってます。情景用のこういうね、あの木の粘土、簡単に使えるウッドフォルモという毛がキノコが入ってるんで、元から茶色いんですよ。だからどう見ても地面っぽい色なので、今日はもう色はあんまり使わない。紙粘土を飲ますためのお水、かっこ紙コップ入り、でこのライケンと言われるですね、こういうもじゃもじゃした葉っぱに、今回木の葉っぱになるんですけど、これはまあ元はですね、乾燥した海藻なんですが、でもじゃもじゃしてるんで、まあ、ジオラマにすると木の葉っぱに使えます。ジオラマ用の枯れ木、はい、であとこれはジオラマ用の枯れ木を切ったやつまで、こんなまでに今売られてるんです、ジオラマ、でこれがですね、紅生姜じゃなくて、こういうスポンジを赤く染めた、これ630円もする、結構するな、というこういうスポンジを赤くしたやつ。確かに結構しますね。します。紅葉のテクスチャーって言うんですよね。そう、テクスチャーというのは、はい、鉄道模型に使うジオラマ要素、あの小道具、あのそれから材料のことをテクスチャーと、まあ、貼り付けたりとかして、リアルに見せるための、まあ言ったら材料のことを、はい、まあ総称でテクスチャーと呼びます。はい、紙粘土をまずですね、はい、こうパサパサしてますんで、はい、ここに水をこうつりつけて、で紙粘土をこうやって押し付けます。でこれで地面を作るんですね。後ろを少し高い目で、前を低い目にするのがいいので、前はちょっとぺっちゃっこにして、はい、今回秋なので秋の動物を用意します。ああ、ありがとうございます。はい、秋の動物といえば鹿とか、そういうあの 鳥でも、例えばフクロウとか、大体、まあ、あの紅葉のに向かうのは使えるのはこういったあの、どう、これはちょっと違うな、そういう好きな動物を2つほど選びます。面白いやろ。何余った今のは。これちょっと違う。これ違うって、アメリカンバッファローはちょっと違うなと思って。ということで、これはちょっとココナちゃんがどうしてもバッファローを入れたいなら全然嫌です。これ、はい、これにします。はい、うん、カリブーですね。まあどっちかというと寒いところにおるけどね。あ、そう、まあ秋でも別に、あ、ちょっとやめよう。鹿はある方が良かったな。これトナカイさんってカリブーみたいなもんや。ちょっとこれも北の方の雪なイメージです。はい、鹿。じゃあそこに鹿をいい感じで置いてみてください。じゃあ足は、それじゃあ、まあ当然。置きました。はい。で、はい、置きました。でこっからですね。ここにですね、このもじゃもじゃしたものがいくつかあります。このもじゃもじゃも差し上げます。すごい。はい。ちょっとこの塊がきついので、大きいので、ちょっとね、ちっちゃい目にこう、そうだね、引き伸ばして、こういう感じで引きちぎって、これぐらいの大きさにしてください。これちっちゃくすればするほど、なんかセンスよく、かっこよく見えます。うまく見えます。この、ちょっと目、そこにさっきからだいぶボリボリ落ちてますが、これでですね。めっちゃ落ちてる。まあ、で取ればいいです。はい、木の枝にですね、
枝ありますよね、はい、ここにですねこれドゥ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 と塗ります。たっぷり塗ると塗った瞬間にですねここにウリャウリャ貼っちゃうのです。ウリャはい、はい、できます。毛が1個できました。できました、はい、こんな感じだと2つ3つをですねこのこっちの方にもこの枝のついた木にもですね接着剤をデデーと貼り付けて半面にブチュ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 と結構下品に貼っちゃいますね。そうするとですねボタボタ落ちてもいいのです。でもう一回貼り付けます。確かにちゃんと段ボール引いてますし、ね、そう今回引いてますからね。良かったです、はい、こうやってベチャベチャ貼るの良かったです。これ一応3つできました。できました、はい、足も一応3つ毛ができました。こういう3つ並べてみてください。よいしょ、こう3つ並べてでここにですね、確かにここになっちゃうね。なかなかまあまあ塊でかかったなとかなって、全然いいです。全然ちょっとそれぐらいの方がボリュームがあっていいんですよ。いや本当に本当に、いやいや冗談抜きで本当に良いのです、うん、それぐらい塊の方が良いですよ、うん、すごいセンスいいなって感じで。三つもう一個並べて、あこれで3つ並んだよね、はい、で次はですねここにスプレーのりをこれをですねまず1個ずつこれ1個ね、まず今からみんなに真似してもらうとシューッと全部にスプレーのりをかけます。で適当にこれまあまあかけます。でちょっと待っといてね。でこの上にですねこの紅生姜をこう楽しい雑やけど すごいたっぷり結構盛りだくさん、うん、盛りだくさん。これはだから葉っぱのつまりこれがだから紅葉した葉っぱの部分で、あほらおおすごい、なんかそれらしくなるんですよ、はい、でほらこうやって押さえておく、あとは押さえつけとくとこれいかにも紅葉な木にできちゃう。こんな風にして木ができたとなるわけですよね、すごいということなので思いっきりかけていく。これねあの木スプレーするときはかあの傾けると出にくくなるので、まっすぐ向けてこういう感じで、はい、カメラの方に飛ばないように、カメラ飛ぶと泣きはるから。それは困ります。困ります。それはちょっと止めると、はい、それでそこに上にブワーッと押し付けるぐらいにドドドド、そう落ち着けてかけたってください。色はね本当にいっぱい色できるだけ重ねた方がプロフェッショナルに見えるんですよ。なるほど、はい、色はもうたくさんあったらたくさんあったで幸せの量が増えます。大体3つできました、はい、でこれでですね次はですねこの木をこう持ってですねこの枝のこの下のところに接着剤をもにゅーって つきました、はい、でこれを大体まあ真ん中かどっちかあたりに、まず1本目はちょっと真ん中よりやや奥あたりに1本刺します。多種一も大事ですね。 そうですね、それを中心にあと横に、はい、手前に2個ぐらいを穴がそういえば粘土が開いてなかったのでふりゃっと開けてからですね。ああ、そっかそっか。そうか、そうしないと接着剤だけではやっぱりダメだったのです、はい、先に穴をぐっと開けといた方が良かったですね。ちょっと割れながら失敗でこう接着ができて、これもそうです。あ、ないよね。ここなんじゃ何度も何度も倒れてる。そう、僕も何度も倒れるんです。これめっちゃ難しいですね。難しいね。そうなんです。差し込んだら大体立つんじゃが、よいしょ。今の見ちゃったよ。僕ちょっとここからちゃん。で どうした？僕見てなかった。もう紅葉ぐしゃって握りしめて押し込んでたよね。いや正しいんですよ。もう押し込んでイライラして。木の部分折れちゃったかもしれない。そのまま貼り付けたらいいんです。乗っけるぐらいでいいのです。ズボです。でここにブチュ。で木が立てて、またそうです。ボアングルから取っておくれってやつです。ココナちゃんのやつもこうローアングルから撮るとまあまあ画像的にはいい感じに仕上がってると思う、はいはい、ということでココナちゃんのもまあローアングルから撮ってもらうとですね、はい、うん、まあ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 、めっちゃ綺麗ですね、うん、すごい苦戦しました。真面目にしました今日、ね、笑いなし。めっちゃ赤がいい感じに映えてますね、はい、映えました、はい、はい、では皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。最後に専務一言どうぞ。はい、まあなかなか
少ない時間でなかなかこういうねカラーパウダー使ってあのテクスチャー使ってリアルな地面は本当は時間かけてやりたいが、まあでもいい感じの赤い感じができて紅葉はいいものです。うん、まあこの、はい、葉っぱが散っていかんように、うん、最後細かくちょっと仕上げます。はい、はい、ではでは赤赤あれかこのベースも赤赤の赤赤ボロボロやったバラバラここなはいつでもトンチンカン専務は喋ると止ま